それは今日明日明後日全部会えるってこと？ちなみに皆さん、今日の亀戸クロック、今日明日的な亀戸クロックさんのリリースイベント浴衣特典会です。今日はツインテールが素敵ですね。え、嬉しい。アイリーン、こんばんは。ありがとう、来てくれて。それ、え、本当に？ラブすぎる。ラブすぎるんだが。浴衣、浴衣だって。来ちゃう？週刊大好きって動画に出てたのみたい。私がまだ幼い頃の話。今日前髪ちょっと薄くしたんだけど、なんかハゲてんね。やばい、私ハゲてるわ。カズさん、ヤッホー。ゴールドフィッシュさん、こんばんは。イエローフィッシュだった。なんか今日ハゲてんな、マジで。浴衣で揺らいでるけどさ、渋谷より近い。来ちゃう、来ちゃう。素敵な笑顔、ありがとう。ポニー。浴衣いいね。そう、浴衣、髪型どうしよう。髪型変えたいけど、ツインテールから変えるにはポニーテールとかにしようかな。なんちて。カワチョ、カカも今日もカワチいいね。ありがとう、ヤッホー。マシちゃん、ハートいっぱいありがとう。モヒカンにしてみよう。どうやって。カカもさん、今日のチェキの日付が29日になってた。本当にごめん。全員に29って書いてる。マシちゃん、ハートありがとう。流れ星、ありがとう、マシちゃん。小さま、ヤッホー。とかも大丈夫、うちも家帰ってしてツイートした後に気づいたからね。ごめんな、はーい。ツンツン、たまにタイムトリップしちゃう。まこたん、ヤッホー、こんばんは。こんばんは、私は柳さん。あ、柳さん、ヤッホー。台湾ではありがとね。覚えてるよ、インプット。はい、かわいい。かわちーたん？いまだに新体制見れてないからな。確かに。明日来るしかないじゃん。そうだよね。うんとこ。浴衣の髪型何がいいと思う？ツインテールもワンチャンありかな。ないか。とってもめちゃくちゃ美しい。イエーイ、嬉しい。ビューティフル。
クラゲもうさ、明日の私の浴衣さ、結構さシンプルなの。シンプル、なんて言ったらいいのか、モダン合うかな。オーローさん、ミックスベジタリアンさん、こんにちは。坂本里奈です。ぼっちってアイドルグループやってます。ベリーベリー髪サラサラ、クラゲ見たいかも。じゃあクラゲにしちゃおうかな。こうやってツインテールでライブして、ライブが終わったらこうやって新曲マジでいい。本当に嬉しい。いっぱい聴いて、いっぱいリピート。今入室、今日5人で寂しかったけど坂本がよく見えたよ。ありがとうね、来てくれて。あっかんべよし、偉いよ。ベリーベリー髪サラサラじわまだ台湾が抜けきれてないので、ちょっと英語挟んじゃいます。ベリーベリー髪サラサラ、やばくない？サラサラすぎて。ライブ後だよこれ。こうやってライブ終わったらこれで止めて、ここちょっと巻いて、はい、クラゲ。じゃあ明日は特典会、クラゲ説が濃厚かな。よっちさんこんばんは。ところで私のアバター、偶然にもなしです。あ、リナのリなし。そう、サラサラすぎたね、やばくない？イエーイ。こんばんは。 MV めっちゃ良かったです。リピートしてます。カレンちゃんやっほー、リピートしてんのかわいい。リピートアフターミーしてね、たくさん。クラゲなら行く方向で考えておく。ただ予定は未定でござる。オケマル考えといて。考えといてよ。バブ。後ろのソファにあるのはおぱんちゅうさぎのぬいぐるみですか。おぱんちゅうとベイビー生ガキ。だよ。なんかさ、いっぱいさニキビできた。一時期推しがおぱんちゅうさぎにハマりすぎてノイローゼになりかけたことある。アイドルあるあるじゃない？おぱんちゅう好きなの。ノイローゼやばいけど。私は12月に日本旅行。12月会おうよ、柳。12、会おう。待ってる。ワッチのこともっと知りたくて、いろんな曲聴いてるけど、りなちゃんの的、これは聴いてって曲なんですか？マジむずいんだよね。
もう本当リナちゃん的っていうか、まあ、リナちゃんがいっぱい歌ってるのはムムム無限大なんだけどね。どうかにゃ。毎日がはちゃめちゃ青たらし。ゴッツさん、はじめまして。はじめまして。やっほー。リリーベお疲れ様でした、ありがとう。リリーベでした、むむむ。そう、むむむ無限大がまあ個人的にはいっぱい歌ってるかな。毎日がはちゃめちゃ新しい、ずっと聞いてる、ずっと吐いてるんですけどって言ってて、とにかく明るい安村かよってなった。確かに令和のとにかく明るい安村さんかも。ダイヤにいたので残念ながら近いけど行けず。何してたのダイヤで。お休み、明日仕事、仕事頑張って、ファイティン、ファイティン、ハイド。間に合った、プーさんやっほー、間に合ってます、バチコーン。エンドレスしか勝たん、エンドレス、スキスキフォールド、エンドレスもいいよね。坂本さんマジさ、曲選べないおばさんだから。ちょっと逆にみんなは何が好き？マジでさ、台湾でこけたさ、傷が、私マジ大丈夫かよ、もうボロボロで心配です自分が。エンドレス、シキシキマックスですわ、シキシキマックス。さすがにミニポニーさん、やっほー。今日久々だったから SE の順番変わっててびっくりした。あ、そうだよ、変わった、今さらMC の順番も変わったし、坂本は一つ降格、さよなら。MV めじゃかわいい、ありがとう、かわいいっしょ MV。 坂本は僕の夏休みのよう、オーバーオール着て。ミニポニーさん、ハートいっぱいありがとう。未だにエンドレスが一番かな、エンドレス大人気。降格なんてあるの、いや、なんていうの、順番が1個遅くなっちゃったから勝手に降格って言ってる。本当は立ち位置がセンター横だったんだけど、センター横の横になっちゃったから降格って勝手に言ってるだけ。あと私新曲2曲あるじゃん、今回出た新曲2曲どっちも唯一どちらも一節もサビ歌ってないんです。私だけ多分サビ歌わない、しかも2曲もサビの歌わりがないなんて、ちょっとアイドルさんとしてどうなんですかね、やばい、ちょっとやばいです。坂も頑張んないと、このままでは首かも。という危機感でやっております。現代聞いたことあります、私のお気に入りは生きてくことは勝ってことです、人気だよ、いい曲だよね。たかも首なら運営はダメ、優しい、怖いすぎて見とれてました、
おいおい、何を言うてんねん、コメントしてくださいよ。てかネイル変えなきゃ。あー、今回ネイル1ヶ月で変えちゃってもったいない、お金もったいない。お金もったいない、こんなまだ全然伸びてないのに、くそ悔しいです。いやー、コメントすると手元見ちゃうじゃん、画面で見るのに真剣で熱が死ぬ。そんな、何を言ってるの。でもさ、もいっぱいこうやってさ暇になるとすぐポーズ決めちゃうからさ、そうやって髪マジサラサラすぎてやばくない？もう宿毛矯正様々なんですけど、このまま何事もなく綺麗なまま終わればいいんだけど、終わるって何？綺麗なままいけば超最高、超最高、超最高です。なんか宿毛矯正かけてから全然巻いてないよね髪の毛。明日は巻きたいけど。かわいいサボさん、やっほー、かわいい、綺麗なままフィン、綺麗なままフィンでありたい。フィンやばい、何をもってフィンか。終了シェイシェイってこと、やばくない？だって女におすすめしたい、女たち宿毛矯正しな、特に夏湿気の多い時期。でもねー、あ、でもそんなに汚くない人とかだったら気になんないか。私みたいに髪が細くて癖っ毛で湿気に弱いタイプはぜひおすすめです。髪の毛ないからな、足ぬ短いんでしょ、ない、やばい、ママシちゃんは綺麗だから大丈夫かも。あ、私ですね。あなたする？あなたする？すごいさ、片言で死ぬ。リッシーさん、やっほー、こんばんは。イエローフィッシュさん、バラバラいっぱいありがとう。お金くれます？絶対にあげない、むしろください。片言聞けるのか。今台湾かぶれだから片言かも。リナは日本のどこで生まれましたか？おお、リナは日本のどこで、おもろい。東京、まあ、詳しく言うと神奈川、神奈川。もつあきさん、こんばんは、やっほー、来てくれてありがとう。今日も京都で宿毛矯正代ください、私にください、ください、ください、宿毛矯正代ください。いやマジおすすめ、おすすめンタルパーティー、やばい、お茶メンタルパーティーさんみたいになっちゃった。そう、おすすめンタルパーティー結構好きかも。やめてよ、言いふらさないでよ。イッシーさん、紫だるまさん、いっぱいありがとう。昨日リリーベのスケジュール見て、あー、どうだった？どうよ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 。ちなみに今日日付変わって今日の亀井戸クロックさんでのライブの後の特典会チェキ取るときはなんと浴衣着るよ。
そういう感じで特典会は衣装違うとかも結構リリーであるっぽいから、おいでやす。ちゃんと言いふらせるようにリリーベ行った後某コンカフェ行くね。おいおい、すぐに言いふらすのやめろ。リリーベからのコンカフェってこと？千葉のララポ来るんじゃん。行くよ。来る？エビファエビフリアさん、こんにちは。坂本里奈です。ポチっていうアイドルグループやってます。そう、やばいね、予定分回し。そのスケジュール予定、可愛い女たちに囲まれてってわけ。あ、自分で可愛い女って言っちゃって気まず、ハートしとこうっと。今日と土曜日はそう、好き。マシュちゃん好き。だからもう一緒に行っちゃおうかな。ついてく。仕事リリーベコンカフェ、わお、マシュマロ、おー、忙し。体がいくつあっても足りません。シェイ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 。まだね、台湾が抜けきれてないからね、台湾語喋っちゃう。3つあればいけるよ。確かに足りました。草死ぬ。3つで同時進行でいっちゃう。仕事しながらリリーベ行きながらコンカフェで飲んじゃう。イエーイ。なんかもうエミリーさん出たい。お誕生日エミリー出れるか、出れるかもしんないから。お帰りなさいませ。いってらっしゃいませって言わないと。リリーベのスケジュール見たけど仕事の週休みと予定合わせてません。え、ちょっと千葉おいでよ。千葉の東京ベイと、あとあの幕張イオンモール幕張。ひなたちゃん卒業しちゃったもんね。え、好きなの？ひなたさん、おー、愛に I miss you comeカム台湾、Thank you。 行きたい台湾、行き台湾。わらわら、こんなことも通じないかも。行き台湾です。ラブ台湾。中国語を言う。リリーベスケジュールもう一度見返しとこう。見返してみて。マシちゃん偉いよ。草、もうさ勘弁してほしいよね、坂本さんって。今日洗濯物回さないと。ミニポニーさんハートいっぱいありがとう。今日ね、台湾のお洗濯物を回さないといけない。大変です。大変ですわ。もう嫌になっちゃうね。宿題チェキのデザインも考えなきゃ。けんさんこんにちは。こんにちは。
ほんじゃあそろそろ配信終わるかな。明日はライブ終わって帰ってきたらもっといっぱい配信できるように今日やることいっぱい終わらせます。いいかしら。いいよ、さかもちゃん頑張って。お疲れ様、ありがとう。みんな遅い時間まで配信来てくれてありがとう。また明日、トゥモロー。おやすみ、スリーピー。おやすみ、グッナイ。バイバイ、ありがとうね。遅い時間までありがとうございました。シェイシェイ。また明日ね。